5月の文房具店巡りでは、武雄見本町本店に行ってきました。東京の小川町というところにあります。武雄の紙を一通り触って、実際に気に入ったものを購入できます。今ちょうどいろんな見本を見ているところなんですが、気に入った紙の裏側を見てみると、その用紙の名前とか、あとは A4 サイズの金額ですね、その値段が書いてありました。町の文房具屋さんでは見かけない紙とかもたくさんありましたし、あとは同じような色同士が集まって並んでいるので、グラデーションみたいな感じになるんですよ。それがまたとても素敵でした。単語帳みたいなミニサンプルももちろんあるんですけれども、それよりも大きな用紙を触れるっていうのがとても楽しかったです。ファインペーパーの他に写真の印刷用紙もありました。このディープ PV シリーズは、武雄のファインペーパーをベースにしたマットタイプのインクジェット専用用紙とのことです。あと、お店にはちょっとした文房具、紙製品も取り扱いがありました。今画面に映っているのは、武雄のステーショナリーブランド、ドレスコのノートです。私が今手に持っているノートの表紙は、MD のノートカバーの表紙の質感に似ていて、で、こちらのホワイトのノートの表紙に関しては、革っぽい質感の素材でした。1冊ごとのバラ売りもありますし、セットになったタイプの販売もあります。このセット販売のこのケースですよね。これもとても素敵です。ケースの後ろにはどんな紙が使われているのかの記載がありました。こちらのベージュのケースはちょっと箔押しの部分が見づらくて読めませんでした。今回の訪問で一番衝撃的だった商品がこちらのオニオンスキンノートです。商品名のインパクトめちゃくちゃあるんですけれども、本当にそのまま玉ねぎの薄皮のように軽くて柔らかくて、そしてシワがある、そんなノートです。シワ感も映像で見えてるかなと思います。とてもインパクトのある用紙だったので、単体の販売があるんだったら購入して帰りたいなと思ったんですが、残念ながらこのドレスコのノートがレターセットでの販売となってしまうとのことでした。ここのお店がある小川町って結構出版社とかが多いんですね。なので本の表紙とかを選びに来てるような業界の方々とかが多そうな印象でした。私もたまたまゴールデンウィーク中の平日に行ってきたんですけれども、普段は平日しか空いていません。明日はスタバのいちごフラペチーノを飲みに行きたいと思っています。ブンブンカワカワブンカワです。私は果物の中でいちごが一番好きで、毎年このいちごフラペチーノが出るシーズンをすごく楽しみにしているんですよ。今年もいちごフラペチーノが始まりましたので、飲みに行ってこようと思ってます。そんな話はさておき、今日は5月の文房具店巡りでお邪魔した武雄見本町店さんの購入品を紹介します。よければ最後までご視聴ください。ここに出ているのが購入品になります。早速開けていこうと思います。今回購入したのはこちらの2点になります。武雄見本町店、武雄ペーパーの紙が実際に見て触れて、そしてね、オーダーできるお店なんです。文房具もちょっと並んでるんですけれども、商品数的にはそんなに多くありませんでした。私は今こちらのリス仕様のね、この酸欠のレザーバインダーをどうやって使うのがいいんだろうみたいな感じでいろいろ試しているところなので、今このカードサイズと近しいサイズ感のものを見るとどうしても気になっちゃうんですよ。武雄見本町店さんにもやっぱりね、このカードサイズと近しいものがいくつかあったので、それをピックアップして購入してみました。2つありますので紹介します。1つ目、こちらメモパッドです。武雄ペーパーさんの文房具ブランドがドレスコという名前でして、そちらのメモパッドになります。開けるとこんな感じです。60シートって書いてあるので、まあ60枚入っているんでしょうね。武雄さんってやっぱり紙のメーカーっていうこともあって、どんな紙が使われているのかも書いてあったりします。中の紙はギルバートというものが使われているそうです。私は今回カードサイズ系が気になっているので、このサイズ系を選んで購入してきたんですけれども、それぞれ商品によってこの表紙の紙、それから中で使われてる紙とかが違うんですよね。それぞれ表紙にはどんな紙が使われていてみたいな感じのこととかもね、割と書いてありましたので、こういったところ見てもらえればと思います。中はと言いますと、こんな感じでプロッターのカードサイズのリフィルメモパッドみたいな感じの
製法になってますね。ホワイトの無地の紙なんですけれども、コピー用紙とかとはまた違っていて、ちょっとなんだろうな、ちょっとでこぼこがあるのかな、なんか独特なね触り心地の紙です。ライフのノンブルリフィルのホワイト版って言えばいいのかな、なんかなんて言うんだろう、なんか独特のね模様みたいのが肉眼では見て取れます。万年筆、ボールペン、どちらでも書きやすいですね。そして蛍光ペン、どのペンでも書きやすいんですけれども、蛍光ペンはなんか撥水されているような感じがありますね。裏の毛もこんな感じで問題なさそうです。こちらのオレンジ色のやつがプロッターのカードサイズのリフィルメモパッドなんですが、サイズ感的にはプロッターのリフィルメモパッドよりもちょっと大きめっぽい感じがありますね。中の紙で使われているギルバートもちょっとシステム手帳のリフィルにしては厚みがあるかなっていう感じの紙質なので、60枚あるとそこそこの厚みがありますね。表紙の感じとかも素敵ですし、カードサイズのレザーバインダーに入れて使ってみたいですね。ということで一つ目がドレスコのメモパッドでした。続いて二つ目はこちらです。こちらはね、文房具じゃなくて紙石鹸なんですよ。後ろに色々と書いてるんですが、水溶紙でできた紙石鹸です。水を含ませて泡立てると、ベルガモットとミントをベースとしたすっきりとした香りがふわっと広がります。書いてあります。こちら紙石鹸30枚入りです。このね、ケースをスライドすると、紙製のケースに入った紙石鹸でして、取り出すとこんな感じです。私はケースがグレーのものを選んでいるんですけれども、香りによってこのケースの色が変わりまして、香りが3種類あって、1つの香りにつき2つの色から選べました。今回はグレーを選んでいまして、グレーの香りがベルガモットとミントをベースとした香りです。すっごいいい香りです。これね、ものすごくいい香りがするんですよ。もちろんね、紙石鹸として使うのもありだと思うんですけれども、なんか私はこのままこれを持ち歩くときに入れて、なんか香りとして楽しみたいかなみたいなね、ちょっとそんな風に思っております。このリス塩のこの酸欠をどうやって使っていこうかなって考えているところで、メモ帳的な使い方ももちろんあるんですけれども、これはミニポーチ的な感じで使うのもいいのかなっていう風に思っていたりもして、ミニポーチとして使うんだったら、まあ絆創膏とか入れるのが定番かなと思うんですが、この紙石鹸もサイズ感的にいけるかなと思ったので購入してみました。今こう合わせてみるとちょっとねはみ出るかな。ちなみにさっきのメモパッドよりもこの紙石鹸の方が気持ちね横長にできているみたいです。とはいえメモパッドもねやっぱりちょっとはみ出ちゃうのかなっていう、そんな感じでございます。この辺は他のシステム手帳のポケットとかスリットとかにも入ると思いますので、そういった場面で使うのもありだと思いますし、シンプルで素敵なので結構使えるんじゃないかなと思います。今回は5月の文房具店巡りでお邪魔した竹尾見本町本店さんの購入品を紹介しました。紙専門のお店でやっぱり出版社の方とかが多く来店されてるのかなみたいなね、ちょっとプロ向けのお店っていうのかな、そういった感じもありまして、基本的に平日しか空いてないんですけれども、いろんな紙質のものを触り比べたりしてみるのも結構楽しかったです。今回普通の紙は買ってこなかったんですけれども、また機会があったらお邪魔してみようと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。